はい、小津の趣味部屋へようこそ。今回ご紹介するのはこちら。じゃん。はい、出ました。呪術廻戦。それのね、週刊少年ジャンプワールドコレクタブルフィギュア。これは応募者全員購入サービスのやつですね。はい。はい、それのね、伏黒と虎杖。この2人、はい、はい、こんな感じですね。早速箱から出してね、袋の状態見ていきましょう。はい、袋の状態こんな感じで入ってますね。台座に支柱に本体と、で伏黒の方も同じで台座に一周に本体と、はい、こんな感じで入ってますね。では早速組み立てます。はい、組み立て終わりました。ではね、板取りの方から見ていきましょう。こちら、はい、いや、いいね。やっぱね、このシリーズの出来はいいです。呪術廻戦のはこれはエフェクトですね。はい、はい、顔もねよくできてます。プリントもちゃんとされてて、いいね。雰囲気ちゃんと出てますね。でポージングによってね、こう躍動感もあるっていうね。この足の開き具合もいいし、これはいい。うん、本当よくできてるな、このシリーズ。はい、続いて伏黒、こちら、いや、伏黒もこれすごいよくできてるな。いいね、このツンツンヘアがね、めちゃくちゃよく再現されてる。痛いぐらいですね、ツンツン。しかもこのね、口の中の造形もちゃんとしっかり作り込まれててね、これは素晴らしいな。こうね、歯が斜めに造形されてることによってね、漫画っぽい叫び声がちゃんと再現されてますね。で、エフェクトもちゃんとね、よくできてるな。うん、これはね、いいね、ほんといいわ。一応ね、この2体は呪術廻戦のワーコレではね、第2弾ということでね、はい、第1弾もね、ちょっと持っていきましょう。はい、はい、第1弾はね、この両面スクナ、はい、これもすごいよくできてるよね。雰囲気が伝わってくる。で、大好きな五条先生マスク外しバージョン、いや、これもすげえな。
いやー、いい、まあ、この五条先生に至ってはね、決定版といえるフィギュアがね発売されるということでね、ただいまようやく受付中っていう感じで出てますけどね、はい、あれは私は確実に予約して購入しようと思ってます、はい、おそらくあれがもう決定版でしょうね、あのコミックの表紙イラストのやつね、はい、ということでね、今回はこの4体じゃねえや、この2体ね、この2体をご紹介させていただきました。ということで早速回転台座に乗せて今回もお別れといきたいと思います。では今日はこの辺で、ご視聴どうもありがとうございました。締めは